で、僕がやっぱり一番苦労したのは、不能的なコンテンツを作るチームに左脳的なことを同時並行させるのがなかなかやっぱり難しかったな。本当にその人が24時間そのことだけ考えてても全然苦じゃないようなことを会社としてやらせることができるかどうかとか。グロースラボプレゼンツ、仕事好き、フロントランナーの成功と挫折。グロースマーケティングとは、生きたデータで顧客を分析し、素早く繰り返し手を打ち、ぶれない指標を決めること。ゲストがどのように知る、打つ、企てるを実行されているのか、お話を伺っていきます。仕事好きを増やして世界を豊かに、仕事好きの清水敏弘です。今回の仕事好きはメディアエンジンファウンダーの室谷東吾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前半の方ではメディア事業についてこう主に聞いてきたんですけど、後編の方はコンテンツマーケティングどのようにしたらこ うまくいくのかといったあたりを聞きたいと思ってるんですけど、はい、そもそもコンテンツマーケティングとは何かっていうと、どういうふうにお答えになりますか？そうですね、よくデジタル広告と対比させていただくことが多いんですけれども、うん、まあ、デジタル広告に関しては割とお金を払って、まあ、一方的に広告商品を訴求する手法かなっていうふうに大雑把に言うと思ってます、うん、はい、一方でこのコンテンツマーケティングというのはどちらかというとこう読者さんとか、まあ、ユーザーがこう知りたい課題に対してコンテンツで解決手段を提供しますと、うん、でその提供の先に例えば自社でこういう商品を取り扱っていて、あなたの解決手段になるから使ってみませんかっていうこう訴求する手法かなっていうふうに思ってます。なのでデジタル広告がまあ一方向の広告手段とすれば、コンテンツマーケティングは割と双方向の広告訴求手法かなというふうに思ってまして、そこが大きな違いかなというふうに思います。うん、コンテンツマーケティングっていう視点で肝となるもの、一番大事なものっていうのをどのように考えていらっしゃるかっていうのを伺ってもいいですか？ちょっといろいろあるんですけれども、一番やはりこう前半でお伝えした部分とすごい近いんですが、コンテンツマーケティングとオンドメディアを最終的に何のゴールのためにやるのかっていうことが非常に重要かなというふうに思ってます。例えばこう B2B のお客様であれば、単純にこうオンドメディアを作ってリードを獲得するだけだと、おそらくクライアントさんの課題っていうのは解決されないかなっていうふうに思っていて、というのもやっぱりこうオンドメディアで集まるお客様ってどちらかというと、まあ、認知のフェーズのお客様が多かったりとか、それこそ興味を持ち始めたフェーズのお客様が結構多かったりするんですね。なのでそういったお客さんに対して営業活動して、じゃあ契約が取れるかっていうと、なかなかそんなことって実はなくって、そのあたりまさに有名な、まあ、ザ・モデルとかですね、まあ、そういったようなこうモデルをうまく駆使しながら、どうやってお客さんの、まあ、獲得モチベーションを上げていくかとかですね、仮にこう営業して失注しても、その後どうやってそのオンドメディア集めたリードをもう一回リサイクルして、さらにこう次の獲得につなげていくかっていう、トータルのパネルの設計が非常に重要かなっていうふうに思ってまして、そのようなところも含めて総合的に設計していくことが、オンドメディアでの本当の実現したいゴールを達成するためのポイントかなというふうに思います。ここからまずは三井さんに伺いたいんですけど、はい、コンテンツマーケティング成功させていくために必要な要素とか考え方っていうのをまず説明していただいてもいいですか？はい、じゃあコンテンツマーケティングを進めていく上でのパネルマーケティングのところのベースのところの目線合わせから、どういうコンテンツの話したいなと思ってるんですけども、うん、このパネルのよくありがちな図ですけれども、新規を取るための関係づくりっていう広告のところと、この後の関係強化 CRM のところというふうに僕ら整理しますし、まあ、日々これをいろんな会社さんがやってらっしゃると思ってまして、で僕らは基本的なドメインとしては CRM のところをやってるので、関係強化ということで、会員になってくださった方に対していかに継続的にコミュニケーションしてファンになっていただくというところになってくるんですけど、まあ、これやっていくときにですね、まあいろいろとインターネットの潮流としてはキーレス、いろいろ OS の規制、まあ、こういったものがあって、ファーストパーティーデータを活用して会員マーケティングしていくよねっていうことを、まあ、僕らもこれ営業で毎日してですね、でファーストパーティーデータのスペシャリストとか言ってるんですけども、法人としてどうコンテンツマーケティングしていくのかっていうところの、そもそものところの立て付けって、まあ、テクノロジーも進化してくるし、ネタもどんどん変わってきて流行り廃りがある中で、やるべきかないしはやるときにどこを抑えるべきかみたいなことって永遠のテーマだなというふうに思ってまして、答えないなと思ってるんですけど、とりあえずこのパネルで整理することが1本目なんですよね。その時にその法人としてのっていうところのコアのとなるところ、業績みたいなところをぜひですね、記事本数いっぱいデリバリーしてきている観点でですね、伺いたいなとは思っておりますけど、そういう意味ではこう時間がかかるっていうので焦ってこのパネルを忘れてどんどんコンテンツを作らなきゃとか、むしろこう作っても効果がないみたいに思う人って、三井さんから見ても相談とかってあるんですか？もうめちゃくちゃありまして、で僕ら自身も今そのコンテンツマーケティングを B2B ビジネスとして自身でやってるんですけど、めちゃくちゃ難しいなと思ってるのはやっぱ ROI なんですね。指標設計で、広告って瞬間の獲得単価とか、最近ですと LTV ライフタイムバリューで決められた期間の中でどれぐらい経済価値を生んだのか、こういうメジャメントがあるので、割と判断し
やすいですよね、うん、まあそれに対してコンテンツマーケティングって1ページいくら単価いくらそれがどれぐらい価値生み出したのってなった時に割とその後の効果の紐付けが難しくてですね、じゃあこれ100本作ったらいいのか動画1本はいいのかっていう答えがちょっと割と難しくて、まあ僕らも今現在進行ですがやってるんですけど、うん、いうあたりの定石がですねあるのかとか、うん、どういう風に手順を踏んでその ROI っていうところを設計するべきなのかっていうところをですね、うん、ぜひ教えていただきたいと、うん、逆に思いましたね。そうですね、一応KPI そのものを分解することはできますが、うん、おっしゃる通り副次的な効果も割とオンドメディアって多いかなと思うんですね、うん、商品を訴求するとか、うん、購入することが目的のオンドメディアだとしても関係がないところでもしかしたらユーザーさんのロイヤリティを上げてるかもしれないし、うん、ブランド価値を上げてるっていうそういう側面もあるので、うん、まあ、一概に測りづらい部分ではあるんですけれども、うん、あくまでちょっと獲得っていうところに関しては、うん、KPI 分解することは実はできます。関係強化の上ではどういった KPI を大体こう設定するものなんですか？そうですね、ちょっとじゃあ関係強化のところはむしろちょっと KPI を設定しづらい部分なので、うん、リードの獲得とか、はい、商品のコンバージョンっていうところでの指標でお伝えさせていただくと、うん、まずこうユーザーのパネルごとに変数があるかなっていうふうに思っていて、一つはやっぱり集客数ですよね、まあ、我々だとこうデイリーアクティブユーザーとか、うん、あとは MAU とか、まあ、そういったものを指標にしてますけれども、まずこうどれだけこうユーザー集めたかっていうのを追いますと、それさらにこう分解していくと作った記事の本数、まあ、累計で今まで何本記事を公開してきたかっていう、こう累積の記事公開数に対して1記事からどれだけ集客効率を高められるかっていう、まあ、1本当たり、まあ、DAU とか1本当たり MAU みたいにこう呼んだりするんですけれども、うん、そういう指標で分解とかをまずしてます。で記事に関しては別にこうそんなに言うことないかなと思っていて、うん、まあ、当然ですけどたくさん記事を作ればそれこそ Google にこう引っかかる可能性が高くなるので、うん、まあ、当然ユーザー数に跳ね返りやすいんですけれども、重要なのは1記事からどれだけ集客効率を高められるかっていうことかなというふうに思っていて、まあ、その集客効率っていうのはまさにこう記事のクオリティが高くて、まあ、読者にも Google からも評価されるようなものになっているかどうかとかですね、あとはちょっとまあ具体的すぎますけれども、うん、制作するキーワード、まあ、Google にこう打ち込むキーワード自体が、うん、実はこうユーザーからそんなにニーズのないキーワードを作っても、はい、そもそも検索する母数が少ないので、うん、作ってもじゃあ集客に跳ね返りませんみたいなことは結構あったりするので、まあ、事前にちゃんとこうある程度ユーザーボリュームがあるキーワードなのかどうかっていうところをちゃんと調査した上で制作していくっていうのが非常に必要かなというふうに思います。で集客した後のパネルに関しては、うん、インターネット広告代理店さんとかとほとんど同じかなというふうに思うんですけれども、記事を読んでいただいた後に、うん、場合によってはクライアントさんの LP ランニングページに飛ばしてコンバージョンまで追っかけていくって形になるので、まあ、そこからこう記事を読んでいただいたユーザーに対してどれぐらいこう LP に飛ぶかっていう、 こう CTR ですね、まあ、この辺を KPI に設定しますし、その後のクライアントさんの LP を飛んだ後のコンバージョンレートみたいなところも変数として設定していくと、ある程度こうどのキーワードを作るとこの記事からどれぐらいこう年間で獲得可能性が高いかあるかどうかっていうところは事前に測定できたりするので、まあ、我々だと比較的そういった事業計画とかあとはその計画っていうのはある程度こう作らせていただいて補選していくようなケースが多いかなと。結局こう世の中で何が知りたいかを考えないで自社が訴えたいもんだからってそればっかり記事にして読まれないみたいな、そういうケースもやっぱりありますね、うん、あとはもちろんこう読者がちゃんと調べるキーワードなのかどうかとか知りたい情報なのかどうかっていうことも重要なんですけれども、まあ、そこのパネルでいうところのコンバージョンに近いか近くないかっていう観点もあるかなっていうふうに思ってまして、例えばよくこう僕が言うんですけれども、化粧水を売りたいメーカーさんがいた時に化粧水の使い方とか化粧水の副作用っていう、まあ、テーマで検索するユーザーと化粧水ランキングとか化粧水比較で調べるユーザーさんってやっぱりこう明確にコンバージョンから近い遠いって違うんですよね、うん、前者の方ってもはや化粧水を持っていて使い方を調べたい人なので買う可能性あるかもしれないんですけれども、限りなく買う可能性で低いと思うんですよ、うん、まあ、一方でこう化粧水人気とかランキングおすすめとかそういったこうキーワードを検索される方ってもうどの化粧水を買いたいか迷ってるユーザーさんなので結構コンバージョンから近かったりするんですね、うん、なので、まあ、あるいはちゃんと考えていくってなると、ただ記事の本数作って PV 集めて終わりっていうわけではなくって、うん、やっぱりこう繰り返しになりますけれども、最終ゴールっていうのはお客さん獲得すること、場合によってはこう商品を売ることだと思うので、ちゃんとこう商品のコンバージョンとかに近しいキーワードとかテーマを作っているかどうかっていうのが非常に重要かなと思うので、まあ、そういったキーワードとかは割と、まあ、僕はシステム化しながら効率よくこう選べるようにしたいとかですね、まあ、そんなことやったりとかはよくしています。もう時代的にはこう記事だけじゃなくて動画もつけなきゃいけないとかいうことも結構あると思うんですけど、はい、うんうん、動画でやろうとしても結局、まあ、欲しい
情報とかこう検索で調べてもらうワードとか同じことをやっぱりやる必要ってあるんですよね。そうですね、その可能性もあります。まあ、一方でただ動画とかに関しては割とエンゲージメント型のコンテンツかなと思っていて、動画でハウトゥー情報を教えるというよりかは、まあ、例えば YouTuber さんとかインフルエンサーが出したコンテンツを見たいファンの方が見るようなケースが多いかなと思っているんですね。なので若干その SEO とかコンテンツマーケティングのコンバージョンルートと YouTube とか TikTok のコンバージョンルートっていうのは若干性質が違うのかなと思っていて、その辺をうまくこう使い分けていく必要があるかなというふうに思います。内井さんはどうですか、今のこの、まあ、動画もさらに考えなきゃいけない、まあ、インフルエンサー含めてこう、ね、いろんな状況を考えなきゃいけないっていう中で、このまたパネルも関係づくりが難しくなっている面とか、さらに分析しなきゃいけない面が増えてたりってあるんですか。そうですね、コンテンツの中身の話だと思ってますけれども、その先ほどの前編の方でお話しされていらっしゃった大義のあるコンテンツとか、中のコンテンツアセットの棚卸しとか、その決めの部分とかだと思ってるんですけど、逆に、まあ、それって何て言うんでしょう、熱量とか自社のプロダクトとかに思いがある人がやるべきだなっていうのはよく言うんですけど、それがスイッチ1本目やっぱ動かないところの中で、それをソリューションしていくというか、クライアント様に対して支援していくっていう立場の企業様の場合はいかにそこを整理してあげるかっていうところになってくるんですけど、でそこって人に結構依存するかなと思うんですね。経験とその技量に依存するかっていうふうに思ってます。であとはそれをじゃあ多くの企業にそれを形にして回していくってなった時に、その何千人で制作する体制っていうふうに作っていくっていうふうになっていくと思うんですけど、それをですねメディアエンジンさんが何千人のライター編集ネットワークを持ってて、多くの企業やってるっていうのはすごいなと思ってですね、個に依存しないで回してるっていうところだと思うんですけど、そのあたりのコアとなる部分ってどういうふうに設計するのかとか、どうやって量産していくのかとかいうところって具体的にどうやってやってらっしゃるのかなというふうに思いまして。そうですね、非常に難しいポイントかなって思うんですけれども、やっぱりこうおっしゃられた通りかなと思っていて、ユーザーが求めるコンテンツの難易度がどんどん上がってきてるというふうに思います。なのでただこう何も経験のないライターさんがネットに転がっているような情報を調べて書いただけだと、まあ競合との差別化も難しいですし、読者のニーズを納得させることがなかなか難しい時代になってきてるかなというふうに思います。なのでまず我々が、まあ、僕含めてやってるアプローチとしては、たくさんのこう専門性を持ったライターさんをそもそもプールしておいて、お客さんのこう作りたいコンテンツとかお客さんが届けたい価値に対して適切な情報を発信できるライターをピックアップできるような体制にしていくっていうのが一つ手としてはあるかなというふうに思います。分かりやすいですね、作り手側の方の知識がベースとしてある人を集めてソリューションしてらっしゃるということです。そうですね、ただそれはやっぱりこうやりすぎてしまうと、こう先ほどのこう ROI の問題、やっぱりこう専門家を活用すればするほど単価って上がってきて、回収計画ってどんどんこう遠のいていく可能性があるので、やっぱりこう先ほどとの繰り返しになってしまうんですけれども、専門性が求められるコンテンツとそうでないコンテンツでうまくこう切り分けながらバランスをとって、一つあたりの記事をなるべくこう、まあ、絶対に粗悪なものにせずにどうクオリティを維持していくかっていうところをですね、コントロールしていくのが非常に重要かなと思います。僕もう一つやりながら思ってることがありまして、このパネルの広告と CRM のこの図はこういうふうに整理するんですけど、予算配分とかですね、ウェイトみたいなものの配分って結構重要なテーマで、まあ、これも答えがないやつなんですけど、日々やってる中で分けるとした時にどういうふうに定石的な観点でやるといいかとかっていうところって、ぜひ僕らもやっていく上で知りたいなと思ってまして、そうですね、多分そこの答えは誰も多分ないので、ただ僕がもともといた会社の親会社自体が、まあ、広告代理店だったので、よくこう共同提案するみたいなことはあったんですね。大体やっぱりこうそういったお客様って総広告費のうちのまあ 10% が温度メディアに活用されれば割と多い方だったです。デジタル広告が主で温度メディアっていうのはやっぱりこう後回しになるケースが比較的多くてですね、というのもやっぱりこうなかなか持参性が高いものの効果が出るまで時間かかったりするので、やっぱり早く効果出る方をやってほしいということで、どうしてもデジタル広告の方が比率として多いっていうことは結構あります。個人的にはですけど、賛成が高いっていうのは非常にこの温度メディアコンテンツマーケティングの武器だと思いますし、将来的な副次的な効果で非常に高い施策だと思っているので、最初はあの外注してうまくノウハウとかを外からあのできていいと思うんですけれども、なるべくその予算をちゃんと温度メディアコンテンツマーケティングに確保してですね、長く腰を据えて資産にしていくっていう気持ちで、ぜひあの、まあ、マーケティング責任者だけじゃなくて経営レイヤーの方にもそういうふうに捉えていただいて、長い資産を作っていくんだっていう目線でですね、ぜひあの捉えていただけると
と将来的なマーケティングの可能性というのが広がってくるのかなっていうのは個人的には本当に思っています。もう一つちょっと IT 系的な観点で、我々も今その IT 領域で企業経営してやってるんですけども、いろんな職種、僕らもエンジニアがいてビジネスサイドの人間がいて営業がいてっていう風にチームタッグプレーでやってるんですけど、なかなかやっぱりその思考というかそもそものプライオリティが違うので束ねるっていうのにまあぶっちゃけ苦労しますし、これをもっと大きく規模をやっていくってなった時に連携していく組織を作るかチームを作るかっていうところがすごい難しいなと思ってまして、そのあたりをどうやっていくとチーム作りって経営的な観点および実行的な観点でですね、うまくいくのかっていうのをちょっとぜひ今日聞きたいなと。そうですね、ここもよく聞かれますし難しいポイントかなっていうふうに思うんですけれども、我々みたいにこう比較的幅広い業種のお客様を支援するような形態の場合は業種性を取りに行った方が組織的にはいいかなっていうふうに思います。例えば化粧品業界、化粧品メーカーであれば化粧品特化のチームとかですね、あとは金融であれば金融特化のチームを作っていく必要性があるかなと思います。というのも先ほどお話しした通りですね、なかなかコンテンツマーケティング難易度が上がってきているので、やっぱりこう詳しい人がなるべくコンテンツを作っていくっていう風に変えていった方がいいと思いますし、専門性自体をチームのストックされたノウハウとかケイパビリティにしていく必要があると思うので、業種性にしていくっていうのはまず必要かなっていう風に思います。あとはですね、これもちょっと僕も本当に悩んでたことだったんですけれども、コンテンツを作っていくディレクターと数字をグロースしていくグロースハッカーって2つロールがあった時に、やっぱり若干脳の使い方が違う部分が私あるかなっていう風に思っていて、やっぱりこうコンテンツを作る人って割とこう右脳的にコンテンツを作っていく方が多いので、どうやってこう効率よくいいコンテンツを作っていくかっていうことに関してすごく時間を割くし、すごくそういった思考になってるので、それはそれでいいんですけれども、やっぱりこうグロースハックってなんか割とこうマクロ的に業界とか業種を見ていって、今競合がどれぐらいいて、どういう競合のこういう策がうまくいってるからでこういうのって取り入れられるよねって、そういうこう俯瞰した視点とかって結構必要なんですよね。で、僕がやっぱり一番苦労したのはその右脳的なコンテンツを作るチームに左脳的なことを同時並行させるのがなかなかやっぱり難しかったなっていうふうに思っていて、で、この解決策としてはチームをそもそも分けちゃうっていうのは一つの手かなと思います。コンテンツをより定性的に良くしていくチームと俯瞰的にタッグをしていくチームっていうのを、ちょっと分けてしまって、双方の意見をうまくこう組み合わせられるようなチーム体制にしていけたりすると、非常にこうユーザーのちゃんと血の通ったコンテンツも作れるし、ちゃんと集客できるようなコンテンツも作れるっていう、そういう、こう両面合成できるかなっていうのは思いました。そういった組織づくりも含めて支援をされるから、本当にこう、いろんなところでメディアのグロースに資しているのかなっていうふうに、感じました。本当にね、お話聞いててもこう仕事楽しまれてるなって、今ね、組織から抜けられるかもしれませんけど、それでもいろんなことをこうされてるんだと思うんですけど、そんなこう室谷さんが仕事を楽しむ秘訣みたいなものをもしあれば教えてほしいんですけど、そうですね、さっきのコンテンツと通ずる部分かなって思ってるんですけれども、やっぱりこう好きドリブンでいろいろやるっていうのが非常に重要かなっていうふうに思っていて、僕も会社を経営していて、いろんな人を見てきて、どういう人が成長してどういう人が成長しないかっていうなんとなく課題感をやっぱりこう持ち始めたんですね。やっぱりこう成長してきた人の特徴とかを見ていると、好きなことをやってるかどうかとか、自分が興味あることを深く掘ってるかっていうのは非常に重要かなっていうふうに思ってます。やっぱりこう一定のラインまでは特定のこう優秀な人であればある程度のこう実績って発揮できるんですね。ただ一方でブレイクスルーしたような結果を出す方って、やっぱりそういう興味がないことをやってたりとかするとなかなか成果に結びつかないケースがやっぱり多いなと思っていて、どうしてもこうブレイクスルーするような人材を作るときって、本当にその人が興味熱中する24時間そのことだけ考えてても全然苦じゃないようなことを会社としてやらせることができるかどうかとか、そういうことができるかどうかが非常に重要かなと思ってます。なので僕も興味があることがめちゃくちゃ楽しくできるし、興味ないことはもうやらないって決めてたりとかするので、自分の好きなことに忠実に生きようっていうふうにはずっと昔から割とやってた方かなと思いますし、それが割とデザイナーやつは父から教えられたことだったのかなというふうに思ったりするので、それは僕のこだわりだったりもするかなというふうに思います。いや本当に、ね、好きドリブン、もう私たちもこう、仕事好きを増やして世界を豊かに、まさにこう、いろんな仕事を楽しんでもらったらいいなと思っているので、もう本当にこうグロースの真髄を見せていただいたような感じがしました。皆さんも参考にしていただければと思います。本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。このシリーズではマーケティングの手法を使いながらゲストがどのようにグロースを成し遂げているのか探っているチャンネルです。面白いと思った方はぜひチャンネル登録、それから高評価、コメントの方よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
3社の方、テレビ局も結局そのテレビやってる人からネットはみたいなので、ね、最近はだいぶ減ってきたと言ってもやっぱり生じるのが、それはパキッと割れますよね。そういう出版社さんには紙のこと忘れてっていうのが最初に言います、ね、で逆に言うとそれができないと絶対に成果出ないので、うん、デジタルナイズとされたコンテンツをちゃんと作んないとデジタルユーザーに響かないじゃないですか、うん、なのでやっぱりこう紙とウェブで両輪させるってなかなか難しい、うん、そこそこユーザー層も違うし目的も違うので、うん、オンライン行動の増加、サービス競争の激化と EC サービスの浸透などに伴い、ウーダループでサービスの磨き込みや施策の強化が重要なテーマになっています。ユーザー行動は点ではなくオン・オフラインの行動を線で捉えましょう。世界ナンバーワンノーコードの行動分析ツールアンプリチュードの14種類のチャートを使えば、顧客の状態を行動レベルでスピーディーに捉えるだけでなく、データ活用の4ステップに基づきスムーズで高度な施策展開も容易です。ファーストパーティーを軸にした顧客マーケティングが重視される中で、最適なツールの選定と人による支援を行い、ビジネス・サービスのグロースへと導きます。グロースの戦略パートナー、ディアワン。